鉄器時代初期のヨーロッパ演示食、ヤストルフ文化オリーブ食、ポメラニア文化オレンジ食、ケルト系の文化軍機緑色、家型骨壺文化黄色、ハルプシュテットニーインブルク文化軍濃い緑色、北欧青銅器文化、サーモンピンク食、東バルト文化ライラック食、西バルトケルン文化ターコイズ食、ミログラド文化黒、エストニア人のグループ前、ローマ時代のヨーロッパ演示食、 ヤストルフ文化オリーブ色、プシェボルスク文化。オレンジ色、ケルト系の文化群黄緑色、イエガタコツツボ文化王道色、ハルプシュテットニーンブルク文化群濃い緑色、北欧の諸文化、焦げ茶色、オクシビエ文化やストルフ文化は、紀元前7世紀より、ドイツ北部から発し、紀元前1世紀にかけて、ドイツ中部から、スカンディナビア南部にまで広まった、鉄器時代初期の文化。 ゲルマンソ語の成立した文化と推定されており、ゲルマン語派の各言語に共通する音声的特徴を形作った初めての言語変化は、紀元前5世紀にここで起こったという説が有力である。また、ヤストルフ文化は、ハルシュタット文化やらテーヌ文化といったケルト語派の系統と推定される文化と接触しており、このことはゲルマン語派における ケルト語派からの様々な借用語の存在を説明している。ヤストルフ文化は、ヤストルフ期、リプドルフ期、ゼードルフ期の3つの時期に分けられる。ヤストルフ文化の起源となる中核的な地域は、ニーダーザクセン州東北部、ホルシュタイン地方、メクレンブルクにまたがる一帯。ヤストルフ文化の要素はその特色を弱めながら、北は、ユトランド半島から南部スエーデンの一部、 南は、ベーザー川とアラー川の流域にまで広がった。この文化の範囲においては、少数の家が立ち並んだ小村が点在しており、村同士は深い森や沼地といった自然の障害物で互いに隔てられている。これはこの一帯の一連の青銅器文化から続く伝統的な地域共同体の形態。家々はどれも半地下式の木造で大きさは様々であり、 幅5メートルほどで1部屋のみの小さなものもあれば、大家族が住むような幅20メートルほどの、いわゆる長屋構造のものもある。混合農業が主な生業で、地域によって小麦栽培が廃れて大麦栽培に取って代わられている。大津麦も広く栽培されているが、食用なのか家畜飼料用なのかは不明。雑穀や甘の栽培も主な作物。 ライ麦の栽培は定かではない。家畜は牛が主で、その他は豚、羊、ヤギ、犬、馬。狩猟も盛んで、アカシカ、オーロックス、イノシシ、ビーバーを主な獲物としていた。発見されている遺跡の大半は、墓地で、青銅製の装飾品などの副葬品が見られる。埋葬には骨壺を用いるが、仮装した遺骨をそのまま埋葬したものもある。 日用品や装飾品、及び墓の形式などから判断するに、ヤストルフ文化は、基本的に同じ地方の青銅器文化から直接発展したものであり、さらに隣接する、ハルシュタット文化の影響も強く受けている。後に、南部では、ラ・テーヌ文化の影響も受けた。このことは、ゲルマン語派とも、ケルト語派とも言われる。 系統不明の部族連合で、紀元前後より記録に登場する、スエビ族の成立と関わりがあると推測される。スエビ族の当初の藩とは大体この地域であった。さらには、東方より進出してきた、プシェボルスク文化の影響をも受けている。JP、マラリー &DQ アダムズ、エンサイクロペディア・オブ・インドゥヨーロピアン・カルチャー。 フィッツロイディアボーンパブリッシャーズロンドンシカゴ1997ありがとうございます。